菊の花のユニットを使って壁面に飾れる大きな大きな菊の花のリースを作りましょう。ユニットの作り方動画は、アイカードか終了画面、説明欄の URL からご覧ください。簡単に作れる台紙の型紙もありますのでご利用ください。まず、花が引き立つ色の台紙を用意します。ここでは縦横75センチのものを使っています。真ん中に色紙や写真などを貼ります。一番上のユニットは葉っぱが上になるように貼ります。一番下のユニットは葉っぱが下に来るように貼ります。左右のユニットは葉っぱが外側に向くように貼ります。その間を埋めるように残りのユニットを貼っていきます。全部葉っぱが外側に向くように貼ると、大きな大きなリースが出来上がりました。ここではユニットを8つ使っていますが、ユニットの数を増やしたり減らしたりすることで、大きさの違うリースを作ることができます。